グリーンラインはアメリカ合衆国テキサス州ダラスで運行するダラス高速運輸公社のライトレールの系統の一つである。ダラス北東部にあるバックナー駅から他の系統とともに中心部を経由し、ダラス南部のキャロルトンにあるノースキャロルトン、フランクフォード駅まで結ぶ系統。2004年11月にアメリカンエアラインズセンターとの接続駅であるビクトリー駅までの区間が 先行開業した後、ステートフェアフォアテキサスに合わせに2009年9月14日に、フェアパーク駅までの区間が延伸され、翌2010年12月6日に、残りの全線が開通した。全区間を運行する列車が主体で所要時間は75分だが、早朝や深夜を中心に、区間運転を行う列車が存在する。また、平日早朝には、バックナー駅を出発し、 オレンジラインの DFW 空港駅へ直通する列車が一便設定されている。一方で、グリーンラインのフェアパーク駅、バール、アーツディストリクト駅間については、オレンジラインを含めた多系統から一部列車の乗り入れが実施されている。2020年1月の時点で、グリーンラインの列車が停車する駅は以下の通りである。2009年以降に開通した駅のデザインは、 ダートが手掛けるプロジェクトに基づき、芸術家によって設計されたものが用いられる。2007年2月9日、グリーンラインの建設現場で、トレンチが崩壊し、作業に当たっていた工事関係者のうち一人が死亡し、もう一人も負傷する事故が発生した。1992年以降、ダートに関連する事業で死者が発生する事故は、これが初めてであった。ありがとうございます。